傑作としたもの、早朝な大気の中で劇場の全てが無化され、沈められているものであると評した。私的完璧さと、普遍不疫不で組み尽くされないものの基準としている。幻想絵画とは、幻想的なモチーフが描かれた芸術である。慣れ親しんだ、現実世界の中に、超自然的なもの、異常なものが侵入するとき、それは幻想であり、初めから、 別世界を前提としたおとぎ話などフェイリックとは異なる。芸術におけるファンタスティックとはある時代の特定の芸術運動を指す用語ではなく文学や映画といった美術以外のあらゆる分野あらゆる時代の芸術に認めることができる概念である。戦後ヨーロッパで始まったウィーン幻想派はファンタスティック、リアリズムと命名され特定の絵画ジャンルとして 青木画廊を中心に幻想絵画として日本で紹介された。1950年代の西欧で起こってきた芸術の動向であり、そのファンタスティックという概念に従って、1960年代には日本でも幻想絵画などとして紹介された。1990年代にフランス・パリの幻想芸術として、 日本で紹介されたものの言語はファンタスティックではなく、その画集では実質的には原始芸術だということが詳細に触れられ、つまり原始的光景が反映された作品であったということもある。幻想絵画を西洋美術史の中に見出せる範囲は極めて広く、一般的にはヒエロニムスボスあたりを始まりとすることが多いが、その後、ウィリアム・ブレイク、ラファエル・ゼンパー、 象徴主義とその周辺から、世紀末前後の素朴派、世界大戦前後のシュルレアリスム、戦後オーストリアのウィーン幻想派、アメリカにおける60年代からの原始芸術70年代のローブローアートまで、時代と国を問わず、幻想絵画と呼びうる作品が存在する。1950年代の西欧で幻想に関する動向が起こり、1960年から61年にかけて、 クロードロはマルセル・ブリオン、ルネ・ド・ソリエは同じく、幻想美術という著書を出版し、幻想文学もまた広く読まれた。日本では、1960年代にヨーロッパを起源とした、特にファンタスティックの訳語であり、美術における専門用語として、幻想という言葉が使われ出した。ヨーロッパにおける概念に基づき、1959年の滝口修造の 幻想絵画論、九百六十七年の渋沢、達彦の幻想の画廊からといった美術書が影響力を持ったが、その後に幻想という言葉の意味は少しずつ拡散した。翻訳書も次々に刊行され、他にグスタフルネホッケの迷宮としての世界、ロジェカイヨアの幻想のさなかにであり、こうして情報源が揃うことで幻想絵画と呼ばれる全体像と、 見る目を養うのに十分な環境が整っていくのである。1971年のツベタントドロフは幻想文学助説で幻想の定義を語り、岩谷国史によれば、この頃にはその定義づけは完了している。1971年に小田急百貨店にて日本人、作家61名による現代の幻想絵画展不安と恐怖のイメージを探るが開催され、 広い意味で日本における幻想絵画を探索してみようと企画された。一方、翌1972年に同会場におけるウィーン幻想絵画展神秘と無限のリアリスムが開催され、ここでは手ヨーロッパにおける動向としてのウィーン幻想絵画という狭い意味での固有名詞的な幻想絵画が集約された。幻想絵画という言葉の意味は議論されることなく曖昧なまま、 競技に、講義にと使い分けられてきた。日本の戦後美術史を把握する、美術手帳1978年7月号像館、特集、日本の現代美術3年は、戦後美術を外観するには信頼できる資料であったが、その年表には、上記の2つの幻想絵画の展覧会は掲載されて、おらず、この資料だけでは、動向の把握が難しいものである。 基本的に幻想絵画のスタイルはリアリズムとしての愚象絵画である。そしてその表面は平滑であることが多い。それは二次元の表面の奥に画家のビジョンやイメージが共像のように描き出されているからである。さらにその描写の仕方はしばしば精密である。幻想画家は彫刻や工芸に携わることもあり、必ずしも二次元平面のみに関心があるのではなく、 建築作品の構想を持つ幻想画家も存在している。表現の内容としては、シュルレアリスムを現代において引き継ぎながらエロティックな無双を追求しているもの人間心理の中に潜在している様々なトラウマや悪夢、グロデスクで病的なイメージを表出させようとするスタイル、あるいは神話や民は、精霊や妖精といったものをテーマとしたり、宗教的な掲示や、 密教的な世界観を聞かずけを用いて表現しているものなどがある。さらには幻想文学や SF 小説に眼下されてそれらを視覚化しようと試みる中で生まれた幻想絵画もある。慣れ親しんだ現実世界の中に超自然的なもの、異常なものが侵入するとき、それはファンタスティックである。はじめから神話、おとぎ話の世界であれば、 別世界が前提となっており、それはファンタスティックではなくフューリスティックとなってしまう。ロジェカイヨアも著書の中で除外するものに触れ、現実世界と接点のない無限創造世界を作り出した場合にはわざとらしい意図的幻想でありこれを除外し、物語、伝説、神話、宗教、狂気の妄想といった後半に流通する陳腐な幻想は表現技法次第でもあるが、 これを切り捨てるとした基本的に幻想絵画のスタイルはリアリズムとしての具象絵画である。そしてその表面は平滑であることが多い。それは二次元の表面の奥に画家のビジョンやイメージが鏡像のように描き出されているからである。さらにその描写の仕方はしばしば精密である。幻想画家は彫刻や工芸に携わることもあり。 必ずしも二次元平面のみに関心があるのではなく、建築作品の構想を持つ幻想画家も存在している。表現の内容としては、シュルレアリスムを現代において引き継ぎながらエロティックな、無双を追求しているもの、人間心理の中に潜在している、様々なトラウマや悪夢、グロデスクで病的なイメージを表出させようとする、スタイル、あるいは神話や民話、精霊や妖精といったものをテーマとしたり、 宗教的な掲示や密教的な世界観を聞かずけを用いて表現しているものなどがある。さらには幻想文学や SF 小説に眼下されてそれらを視覚化しようと試みる中で生まれた幻想絵画もある。日本においては幻想絵画を描いている画家が必ずしも幻想画家として自認しているとは限らない。その理由の一つとしては 幻想絵画が示唆しているジャンルを限定し難いという状況があるからだと思われる。つまり、日本美術界において、幻想絵画と呼びうるスタイルは、洋画、日本画といった伝統的な具象絵画のみならず、現代美術にも幅広く確認することができるため、あるいは芸術全般の本質が歴史を通じてそもそも幻想性を担ってきたために、幻想絵画は、 日本の現代美術の用語として曖昧ではある。しかしながら、日本において1960年代あたりから意識化されてきた幻想絵画と呼ばれる方向性は、国際的な、今日、国際的規模で失われかけている古典的な版画、テンペラの技術や伝統的な宗教芸術で培われた霊的表現力を現代的な形で再生し実践する上で大きく貢献している。 幻想絵画を西洋美術史の中に見出せる範囲は、極めて広く、一般的には、ヒエロニムスボスあたりを始まりとすることが多いが、その後、ウィリアム・ブレイク、ラファエル・ゼンパー、象徴主義とその周辺から、世紀末前後の素朴派、世界大戦前後のシュルレアリスム、戦後オーストリアのウィーン幻想派、70年代のローブローアートまで、時代と国を問わず、 幻想絵画と呼びうる作品が存在する。原始芸術も参照1990年代フランスパリにおけるビジョネールと呼ばれる画家たちが幻想画家として日本で紹介されたことがある。展覧会カタログではビジョネールは原始芸術と訳されており、ファンタスティックは幻想芸術と訳されている。岩谷国史はディマシオのような画家たちは、 自らがファンタスティックと呼ばれるのを好まず、むしろビジョネールを自称していることに注意を促している。日本で一般的な幻想絵画という言葉はファンタスティックアートの訳語であり、普通語のビジョネールにも幻想の訳を当てることができ、ファンタスティックに反するものではないが、日本語では原始の方がより近い概念であろうと示唆し、両者を区別している。 この解説書における主な執筆者、エルベセランは、幻想芸術と、原始芸術が安易に混同される問題があるとして、ファンタスティックの奥にあるビジョネールの本質に関して、考察をしている。また、ここでは、ビジョナリズ、ビジアネアといった不都合の訳の大半は、原始となっている。なお、ディマシオ美術館の日本語の名称は、太陽の森ディマシオ幻想美術館となっている。 ABC ロジェ海洋は、幻想の最中に、幻想絵画史論、三好イクロ役、法政大学出版局、1975年。AU カージュファンタスティーク、1965。ABCDEFG 和屋国史、幻想と、原始、現代パリの幻想画家たち朝日新聞社、1994年。バルター・ジュリアン、幻想美術、ターシャン・ハット・ ABCD ・アオキはじめ。 青木画廊編、幻想レアリスムと、青木画廊、一角獣の変身、青木画廊クロニクル1961から2016、風当社、2017年、176から187ページ。ISBN 978から4から892194320。ABC、現代パリの幻想画家たち朝日新聞社、1994年。 フランス大レビナナーヤーズ寒天プレインでパリハット、アーツフォントスティックス、アンシークロピディエッセンシェルデルプイア。www.galimard.france.galimard.2019 l l 年11月25日閲覧。マルセル・ブリオン、幻想芸術、坂崎おつろう役、木の国屋書店、1968年。復刻。 ISBN 978から43億1400万437ハット AB 等まで、アメリカにおけるアート研究とサブカルチャー、CAS ニュースレター第3巻第1号、1999年9月、5から6ページ。ありがとうございます。